今日こんな高級な料亭に来てるのかというと、はい、なんとジュエルミント作ってくれるらしいのよ。あのトリコのトリコのジュエルミントだよ。実はなんだけど、はい、僕緊張してる。これちょっと心なしか点滅してるでしょ心なしか点滅、緊張ありましたよね。これって押したら熊谷です。熊谷さんです。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ジュエルミートを作ってくれるということで、はい、早速ちょっと腕前をちょっと見せてもらおうかなって。大丈夫です、任せてください。僕結構辛口だよ。いいですよ。よろしくお願いします。熊谷さん、はい、ジュエルミートよろしくお願いします。はい、材料揃ってますからね。あ、はい、これ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 、よりで取ってフォアグラね。フォアグラまであるの。はい、まあ、すごい。つなぎもね。で、これね、和牛の、もも肉のひき肉で、これは牛肉のもも肉、あとはね、パン、肉汁が滴り出ちゃうんでね、それを止めるパンですね。すごい、すごい。どうやってやるの、見せて。はい、いきますよ。うわ、すごっ。こんな固まるんですね。はい、うおぉ、やばい、これすごいっすね。確かにビーガルアンモスから数百グラムしか取れないよ。でもこれどうやってやるの。これこのまま食べれないの。このままね、食べないからこれをいきます。え、いただきます。よくろ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。焼いちゃってください。僕今モリモリ見るよ。第一段階終わりました。やばいね。あとこれにお肉を巻きつけて、あとは油でもう一回コーティングします。すごい、ね、いよいよ仕上げですね。仕上げ、さっきね、すごいっすね。これこうやって、はい、はい、こんな感じです。すごい、完成、完成。あ、すごい硬いんだ、意外と。うん、ハンバーグみたいだね。うわー、すごい。では熊谷さん、ちょっと味を皆さんに届けてほしい。はい、いただきますね。真ん中のね、ま、大丈夫、大丈夫、熊谷さん大丈夫なの。どうしたの。美味しい、美味しい。全然伝わんないよ、それじゃ。もう美味しすぎちゃって、うん、何ものこのね、コリコリ感、うん、フォアグラの、うん、しっとり感、うん、なおかつ深みのお肉、うん、ね、これが相まって、うん、三位一体の味を醸し出してます。すごい上手だな、食レポ。びっくりした。美味しいしか言わなかったから最初焦ったけど、すごい上手だ。熊谷さん、これ、うん、ジャンプ公式で、ジュエルミートとして出しても問題ないですかね。問題ないでしょ、こんだけの味だったら。ジャンプチャンネル公式で、これがジュエルミートですって言って出すことになりました。よろしくお願いします。